はい、じゃあおすすめのショップのブース1軒目バンホリーレさんのブースです。724万ブース、めっちゃ暑いですよ。バンホリーとドロッパードさんとブラックスミスさんのブースになります。めっちゃかっこいい商品がありすぎて大盛況やね生釣りもしてもらえるし、ぜひおすすめ。ちょっと並ばなあかんかもしれんけど、預けて違うショップとか行けるし、一番初めにまずここ来てバンホリーさんからハイドアウトの人幕めちゃくちゃかっこいいの出てます。めっちゃかっこいい。おすすめ店舗2店舗目、パパさんのおすすめデバイスワークス。もう並んでもう30分。4年ぶりやで。4年ぶりの出店だからかな、めっちゃ並んでる。ほんで抽選販売がね、3商品。向こうはもう絶対に見た方がいいと思います。見た方がいいと思いますあと多分、10分ぐらいかなとか、思ってますペットボトルのキャップのキャップです。キャップのキャップやから、キャップの上にキャップや。すごいな。かっこいい。墨入れじゃない。3店舗目かフォトキャンプさんとタイガーキャンプストアさんのブース、すごい人や。じゃあ私タイガーキャンプストア気になっとったから、ちょっと見ていっていいですかねG.Y.C. が結構揃ってありますグッドウィークエンドでこのシリーズ置いてるよ。でも見たことないやつ、表の方もいろんな種類があるから、絶対ちょうどいいケースが見つかると思うはい、オンユーライフのシリーズもいっぱい置いてます。なかなか見れないですね。こんなにいっぱいで、黒が結構多いかなと思ってたけど、初めて木目調のテーブルとかあったりして、珍しいのも置いてますフォトキャンプさんのオリジナルギア、クラウドファンディングしてた時の実物がここで見れます。なんとガチャガチャです。で、アドレスとか入れてもらえますか？はい、4ブース目、キャンプギークスとオマファクトリー。渋いな。せやね、男性が好きそうなギアがたくさんあります。これインスタで見て気になってたやつ、このカバー、まあ、これまず買わなあかんねんけどジャグをね。おすすめブース5ブース目はリンクエッジ、なんか246メーカーぐらいのブランドさんが集まってます。アジアの精鋭たち精鋭ブランドたち、すごい斬新やね。かなり斬新。見た方がいい。ああ、新しいもんね。すごいね。LINE使うかちょっと分かりづらいのもある。後でも構いませんし、今すぐでも構いません。どんどんね、ボートの記念撮影を楽しんでいただきながら、またマリンに関すること、大人気6ブース目岩田電機さんです。大人気フラッシュアイスが列をなしてますわ。やっぱりあれやね、今日は抽選販売、結構当選確率がイベントに来てね、当選率が高いらしい。ぜひね、岩田電機の方チェックしてください。なんか種類も結構あるし。はい、おすすめブース、はい、ブラックボーンさんです。カーボンでできてるギアが多くて、めっちゃ軽くて、ちょっとおすすめなんで、ぜひ見てください。